隣のボックシートに座っていた少年が立ち上がったとき、何かが体から落ち、生えて音をされた。腰を浮かせて、網棚から荷物を下ろしていた。ナッチは、オチョマが自分の足元に転がってきたことに気づき、カバンを座席に置くことをそっと飛び込んで、その銀色の塊を拾った。最初それは何なのか、彼女はわからなかった。今ついた思いの袋から、それははみ出していた。サラが外れたので、とても小さなナイフを持ったが、その、刃先は奇妙な形をしていて、ついていれば換気の指示だ。あのこれ、やはり荷物を抱えて出ようとしていた少年を呼び止めると、母を同時に振り向いた。ナッチが手にしている重い袋に目を留めると、荷物に真っ赤になった。その辺り、狼狽の無理に、ナッチの方が動揺してしまう。学問の外に鋭い目がきっと、彼女に睨みつけ、彼女の下から乱暴に重いの袋をむしり取ると、リエルのホームに降りていってしまった。何か悪いことが起きたのか、ナッチはしばらくおどおどしていたが、自分の持ち物を上げ、恐ろしいホームに振り返った。むっとする空気が仕方を包む。向かいのホームは、かすかな影のように揺れていた。年寄りや子供を捨てた女がのんびりと、改札を出ていく。雲の合間から熱っぽい日差しが目を注ぐに、顔をしかめ、ナッチは手に持っていた。麦わら帽子を厚くかぶった。あんだ、麦わらの隙間からチラチラと細かい光が落ちてかかる。ナチはしばらくホームで、棒立ちになっていた。山が近く、空が近い、プロボールと、海を支えていた山は、周囲を囲むように飛び立っている。とっても夏も暑いほど、のれんだ光がかすれていた。幼い子は何度も来ていたというもの、一人でやったのは初めて、しかも、ピアスのキャンプの後だ。不安を残すこともできなかった。彼女と同じキャンプに参加する長女や、少年少女、もっと大きな荷物を手に歩いているように見える。どの顔もやはり不安そうだ。切符を駅員に渡し、改札を出ると、ロータリーのボンネットの場所に前に、客が列を作り、次と乗り込んでいくことがあった。結構転んでいる。列の後ろに行こうとすると、こっちこっちと誰かが呼ぶ声がした。見ると、ロータリーのそばに、夏服を着た少年たちが仕上げに固まっていて、一人高い少年がナッチに向かって狭きをしている。愚かなまだ、オンダリックさんでした。失礼します。